寒い季節になってくるとインフルエンザが流行り出します。これを季節性インフルエンザと言います。風邪と違って重症化しやすいので同じと思ってはいけません。ウイルスは自分自身で増えることができません。他の生き物の細胞に侵入して増えます。 細胞には悪いものが入ってこられないように壁に鍵をかけて守っています。ところが、なぜかウイルスは細胞の中に入れる合鍵を持っているので中に入ってきてしまいます。季節性インフルエンザも同じく、インフルエンザウイルスが合鍵を使って肺や軌道の細胞膜の中に侵入し、 自分たちのコピーを作って発症する病気です。感染経路は主に飛沫感染です。咳やくしゃみをするとき、しぶきが2メートルほど飛びます。このしぶきにインフルエンザウイルスが含まれていると、それを吸った人の中で発症する人が出てくる可能性があります。季節性インフルエンザにかかると、まず乙寒。 それから高熱、筋肉痛や喉の痛み、咳や鼻水、全身のだるさが主な症状として現れます。また、体力が低下すると免疫力が落ちるため、合併症を起こしやすくなります。多く見られる合併症は肺炎です。そうなると、さらに回復に時間がかかります。 小さな子供やお年寄りなどは死亡することもあります。なので、もしおか寒や高熱などのインフルエンザの症状が出た場合は、必ず医療機関で検査を受けてください。もしインフルエンザと診断された場合は、出勤・登校は控えましょう。感染力の強いウイルスを会社や学校中にまき散らし、 感染を拡大させると、会社の業務に支障をきたしたり、学級閉鎖になる恐れがあるからです。まずは、自分が感染しないように予防すること、そして人にうつさないことが重要です。